皆さんこんにちは。インターナショナルスクールチャンネルのともみです。今日は今まであまり触れてこなかった海外にあるインター、シンガポールにあるインターナショナルスクールを5校紹介していきたいと思います。より良い教育環境を求めて、あるいは日本の将来に対する不安から海外への教育移住が注目を集めている今、シンガポールはその教育移住先として人気の国の一つです。そんなシンガポールの注目のインターナショナルスクールについてお話ししていきたいと思います。まずはシンガポールにあるインターの全体の傾向についてです。英語、中国語、マレー語、タミル語の4言語を公用語とする多民族国家のシンガポールのインターは、様々な国から来た生徒たちに囲まれた多様性のあるコミュニティで学校生活が送れます。欧米の留学では心配されがちな数学の学力レベルも、同じアジアのシンガポールでは心配は少なく、学校によっては日本よりも広い範囲を網羅することもあります。シンガポールは最近ではアジア1位と言われるほどの学力水準が評価されています。さらにアジアならではの勤勉さと勉強への熱心さに加え、欧米型の学習意欲や自己肯定感を高める教育法が交わっているシンガポールのインターナショナルスクールは今とても話題になっています。ただし学費は日本の私立学校よりもかなり高い水準にあります。小学校でも年間300万円程度から、中高となるとさらに高い学費がかかるため、日本の私立学校またはインターナショナルスクールよりもはるかに高額な教育費となります。では早速おすすめのシンガポールのインターナショナルスクールを紹介していきたいと思います。今回紹介する学校は以下の5校となります。まずはスタンフォードアメリカインターナショナルスクールです。この学校は名前にある通りアメリカにルーツを持つ学校ではありますが、生後2ヶ月から18歳までの生徒に多岐にわたるカリキュラムを提供しています。現在3000人以上の学生が在籍しており、アメリカからの生徒が最も多いのは当然として、アジアやヨーロッパからの生徒にも人気があります。ちなみに優秀な学校を与えられるハニーキッズシンガポールエデュケーションアワード2021年のインターナショナルスクール部門で銀賞を受賞しました。提供しているプログラムはシンガポールでは唯一のアドバンスプレイスメント IB の PYP、MIP、DP、そしてビジネステクニカルエデュケーションカウンセルの役の BTEC です。セラングーンにあるアーリーラーニングブリッジと中心地にある1年生から12年生までのメインキャンパスの2つのキャンパスで構成されています。メインキャンパスはオーストラリアンインターナショナルスクールと共用するビリッジにあり、世界最大のプレスクールキャンパスと言われています。アーリーラーニングブリッジとメインキャンパスは車で10分ほどの距離にあり、シャトルバスが2つのキャンパスを結んでいます。アジア太平洋地域の教育施設としては最大規模の投資を行ったこのインターは、最先端のテクノロジーセンター、プロフェッショナルシアター、プール、ゴルフアカデミーのスイングスタジオなど素晴らしい施設を提供しています。特徴としてはイノベーションのアイデアを前面に押し出すブルームバーグやマイクロソフトと協力して驚くべきことを実現することを目指しています。革新的な学習の具体例としてロボット工学や 3D プリンター、エレクトロニクス、コンピューティングなどに焦点を当てています。では次に実際にお子さんを通わせている方からのレビューを読んでいきたいと思います。学問的な選択肢の多さと施設、そして中心部に位置することがこの学校を選ぶ決め手になりました。息子はバイリンガルの中国語プログラムに参加しており、年長さんの時から1日の半分を中国語で行っていることで、中国語もかなり自然と話せるようになりました。このようにスタンフォードアメリカインターナショナルスクールはアメリカ式教育に根ざした国際的なカリキュラムを持ちながら、幼稚園から高校までの一貫した大規模なインターナショナルスクールをお探しの人におすすめの学校と言えるかと思います。次に紹介するのはイートンハウスインターナショナルスクールです。イートンハウスインターナショナルスクールグループは世界12カ国以上で120校を超える学校を運営しており、東京にも校舎を構えています。シンガポール内にもいくつもの校舎を持っており、比較的日本人の多いキャンパスでは全生徒数の 15% ほどが日本人です。イギリス式のカリキュラムをベースに、特にバイリンガルプログラムに力を入れている学校です。生徒が受けるカリキュラムは学年ごとに変わってきます。幼稚園児から5学年まで IB の PYP、 6学年から10学年までが UK のキーステージ、そしてケンブリッジの IGCSE、 そして最後の11学年12学年が IBDP となっています。イートンハウスといっても学校自体は1つではなく4つのメインスクールと10のプリスクールで構成されています。プリスクール卒業
業後はブロードリック校、トムソン校、セントーサ校、オーチャード校に進学することができ、一貫した教育を受けることができます。セントラルエリアにあるオーチャード校では、中高部、高等部の教育も行っています。施設に関しては少しの違いはあるものの、基本的にはどこの学校に行ってもかなり質の高いものになっているようです。イートンハウスはどちらかというと、幼児、そして小学生の教育に力を入れている学校かと思われます。幼児教育には世界的に評価の高いレッジオ・エミリアに基づいた探求し考え学ぶという3ステップのアプローチが日々の教育のベースとなっています。またブロードウィック校には日本人のスタッフがいるそうで、初めての外国での学校生活を全力でサポートしてくださるようです。またイートンは世界的に展開されている経営母体であることから、社内研修そして研究部門のある数少ない学校だそうです。教師群はカリキュラムや児童心理学のプロから専門的な意見をもらいながら、常に新しい知識を取り入れているそうです。イートンハウスインターナショナルスクールは幼稚園生または小学生のインターを探している方、そして世界的知名度と信頼のある経営団体による学校を探しの人におすすめの学校かと思われます。次に紹介するのはチャッツウォースインターナショナルスクールです。非選択制を推奨する学校として、全ての国籍、全ての能力の生徒を受け入れています。少人数制のクラスの中で生徒たちは自信を持って自己表現することができるようになると同時に、個々の個性が発揮できる場となっています。生徒と教師、また保護者とのつながりが密接であることも大きな特徴になっているかと思います。提供しているプログラムは IB の PYP、MIP、DP です。場所は都会から少し離れ、シンガポール北西のブキティマの閑静なエリアにあります。ブリティッシュクラブやスイスクラブも近くにあり、周りには自然が広がる静かで落ち着いたキャンパスです。スイミングプールや体育館に行くにはジャングルトレックを通っていきます。リスや珍しい鳥に出会えるようなちょっとした体験気分になれるような道だそうです。特徴として ESL が充実していて、日本人の子供が比較的入りやすい学校だといえます。日本人の生徒も多く、他にはイギリスやヨーロッパからの生徒もいるそうです。学校は生徒がお互いを尊重し合うことをし、生徒たちに単なる教育ではなく、自信そして主体性を持って課題に正面から取り組むために必要な環境を提供することを意識しているそうです。実際にお子さんを通わせている方からのレビューを読んでいきます。この学校に子供を通わせ続ける最大の理由は、全ての先生が全ての生徒を把握している、そして家庭感のある大きすぎない学校であることです。成績だけでなく課外活動などの面でも、子どもたちがどのように学んでどのように成長しているかが重要です。担任の先生だけではなく、教科の先生が子どもたち一人一人の可能性を理解し、個人的なレベルで彼らを知っていることは親としてとても安心できるそうです。チャッツウォースインターナショナルスクールはいつでもアクセスできるフレンドリーな環境、そしてまだ英語にあまり自信がないなというご家庭におすすめな学校かと思います。次に紹介するワンワールドインターナショナルスクールは、シンガポールの中では比較的お手軽な価格で通うことができるインターナショナルスクールの一つです。学費が安いのにもかかわらず、他のインターと同レベルの教育の質で、英語と中国語のバイリンガル教育に加え第三言語まで学べるという点はとても魅力的でしょう。受けるカリキュラムは学年ごとに変わってきます。幼児から5学年は IB の PYP、 6学年から8学年はモディフィケートケンブリッジ、9学年から10学年がケンブリッジの IGCSE、 そして最終学年は IB の DP となっています。2つのキャンパスを構えており、広大な施設を持つ南安キャンパスには幼稚部から高等部まで、中心地にあるサンテックキャンパスは幼稚部からグレード5までの生徒が学んでいます。さらに2023年には早期幼児教育から10学年までの新しいキャンパスを開校予定となっています。確かにきらびやかな施設ではありませんが、広大な野外スペース、広い教室、幼稚園児用の遊び場、そしてスポーツセンター、音楽、美術、科学などの専門エリアがきちんと整備されています。この学校では全ての生徒が中国語をマスターして、中国文化をしっかり理解できるようになることが目標となっています。小学1年生全ての生徒に中国語の読み書き、スピーキング、そして中国文化を教えており、最近では英語と中国語両方で IB の PYP を学ぶことができるようになりました。実際の声を聞いてみると、他のインターと比べても教育的価値や教育費の面で素晴らしい学校だと感じています。安いからといって施設が狭くて古いなどという問題は一切なく、十分な環境が用意されていると感じます。また入学前の案内や実際の手続きにおいてもとてもスムーズで、スタッフの
方々もとても親切に手伝ってくださいました。子どもたちは普段から心理的距離の近い先生、そして友達たち、そして学校コミュニティが大好きだそうです。このようにワンワールドインターナショナルスクールは英語だけではなく中国語にも本格的に力を入れたい、そしてアットホーム感のあるバランスの取れた学校を探している方におすすめの選択肢かと思います。次に紹介するのはセントジョセフインスティチューションインターナショナルスクールです。150年以上の歴史を持つシンガポールの伝統校のインターナショナル部門として2008年にエレメンタリースクールが設立されました。そのため今日紹介した他のインターと違い、シンガポールとのつながりも強く、高校からは現地の子も入学してくるローカル系インターナショナルスクールです。そもそも欧米諸国よりアジア諸国の方が学歴重視の社会的背景もあり、教育熱心なローカル、中学、韓国の親御さんからの高い支持率を持つ学校のようです。受けるカリキュラムは学年ごとに変わってきます。幼児から5年生は IB の PYP、6年生から12年生はケンブリッジ、そして11年生、12年生は IB の DP に戻ります。この学校はカトリックのラサール衝動会が母体の学校なので週1回綺麗なチャペルでミサが行われるそうですが、カトリック信者でない子どもたちも大勢通っているそうです。上層教育としてバーチュープログラムを取り入れています。ケーリング、ペーシェンス、コルティシー、オーダーなど国籍、文化、宗教を超えて普遍的な美徳を毎日取り上げ、授業中や朝礼、遊びの場において常に意識し行動することを求めるそうです。またシンガポールマスの教育法を導入しています。この教育法は国際数学理科教育調査である TIMSS で世界3位内に入るシンガポールの現地校で採用しているもので、具体的事象から抽象的な思考へ移行する力を養い、問題解決能力を高めるという定評があります。では実際に通っている人の声を聞いてみると、学校すべての空間で意識されているバーチュープログラムがとても魅力的で、子どもの人間性を育ててくれます。またシンガポールの数学を教え、国語では作家のワークショップや強力な読書プログラムを中心に準備されています。この学校は子どもたちが学問的な基礎をしっかり身につけることと全人的な経験をすることのバランスがうまく保っています。このようにセントジョセフインスティチューションインターナショナルスクールはシンガポールという土地と関係性の深いローカル系インター、そしてカトリックの教えに基づいた人間性の成長を求めるご家庭におすすめのインターナショナルスクールかと思われます。はい、この動画を通してシンガポールにあるそれぞれのインターナショナルスクールの特徴や雰囲気が伝わったでしょうか。今日はそれぞれ違った魅力を持つスクールを紹介してみました。まだまだシンガポールには大規模から小規模、そして様々なカリキュラムや教育理念を持つたくさんのインターの学校があります。今後もシンガポールだけに限らず、アジア諸国のインターナショナルスクールについても紹介していければと思います。それではインターナショナルスクールチャンネルをご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。